こんにちは、ガンザキです。インプラント手術に関して、あの、妊娠期間中できますかとか、しません。できんことはないです。特に安定期入ったら4ヶ月過ぎ、5ヶ月ぐらいから7ヶ月の間やったら手術はできんことはない、はっきり言って。ただレントゲンも使うし、あの、麻酔も結構使えます。で、手術して侵襲性も高くなります。ですから、あの、どうしても胎児の影響も考えた時に、妊娠期間中っていうのは極力避けます、はっきり言います。出産されてからはね、構わないけども、妊娠期間中は極力避けます。っていうのは、可能止め使わないといけない、痛み止め使わないといけない、それから、まあ、僕の場合漢方薬も使うけども、妊娠期間中に使っていいですよって書いてません。妊娠期間中の場合は、あの、データがありませんので、投与するときは重々気をつけてくださいねってしか書いてません。レントゲンだって一応ね、あの、防護服、鉛の入ったエプロン着てもらって、もちろん撮影するんだけどもね、あの、万が一のことを考えたときにはね、あの、やっぱり妊娠期間中は避けましょう、ね、だから妊娠する前、もしくは出産後っていう形で処置されてください、お願いします。で、普通のね、虫歯治療もね、麻酔は極力使いたくないし、極力ね、お薬、可能の目とか使いたくないんで、妊娠期間中虫歯でバーン腫らさぬようにお願いします。じゃないとね、リスクヘッジしてどっちが大事かっていうことを考えないといけなくなる、痛い思いして歯茎切らないといけなくなる、そういったことになりますんでね、よろしくお願いします。ですから、出産前に、出産後に、極力そういった手術をする、で、妊娠期間中は極力避けるっていうのは鉄則です。お願いします。ということでね、インプラントの妊娠期間中の話でした。それではまた。